院千代は伏見城の戦いに勝った。この勝利は劣勢であった西軍を鼓舞した。豊臣の将石田三成は家康打倒のため全国から賛同する者を集めていた。院千代も三成と合流した。三成の軍師島左近の提案により久瀬川に集結している敵部隊に奇襲をかけることが決まる。家康との決戦前に勝利を挙げ士気を高めようという作戦であったが、完全なる勝利、それが立花の戦だ。第4話久瀬川の戦い、立花の誇りを。ここは我が受け持つ。手織の部隊は引き分だ。臆病者め、戦場で手を見せるか。東軍を拡大するため一級をしたまでは良かったが、臆病が早くて何すんだって。忠勝が来て敵は持ち直しそうだ。急がねばならん。ここで徳川の守護神を打てば味方の死は家康との決戦を優位に戦えるでしょうね。それでは足りない。誰一人欠けることなく押します。立花も乗るぞ。家康に戦術の意志を見せつける気か。上皇逃げられると思うな。乱戦状態では拉致が明かるな。左近と合流するぞ。俺は豊臣を守るために戦う。協力しろ。豊臣は立花一人でも守れる。貴様の手は借りぬ。
人相手に手加減なしか。やるではないか。おじい、感謝いたしますぞ。相手が立ち心が揺らいでいるなら武士ならば迷いを断ち切れ。行くぞ。
は立花様。出すぎたか。影から逃げられるもYeah!
殿、来たる決戦にも十分勝機がありますよ。今回みたいな戦いぶりを見せればね。サコ、俺は家康に勝ちたい。何としても。家康本体に対しても孤独に抗うつもりか。無論だ。私一人の力で勝利を。意地か。それも一つの生き様だが、人は脆い。大切なものがあるのならば決して手放すな。誇りなき生よりむしろ死を。